手を出す薬ね、はい、まずインクのやつね、はい、これがクドロヘキシジンと言います。クドロヘキシジン、はい、まあ刺激の少ない消毒薬で、まあ、はい、とはいえ結構殺菌効果は強くて細菌とか、はい、カビを抑えます。はい、で あそこの尻尾の横、はい、あれはね定性皮膚炎、はい、舐めてさ、はい、で余計悪くしちゃってる、はい、プラスちょっと皮膚の表面が感染を起こしてると、はい、脳皮症、はい、脳皮症ってことはさ、はい、あのこの細菌とかカビ空気中の細菌でそれが悪さしちゃってるんですよね、はい、でそれを抑えると、はい、実際これね、あの手術するとき、はい、ワンちゃんでも猫ちゃんでも、はい、経過って洗って、はい、アルコールとそれからこれで消毒して、はい、それで手術する、はい、だから滅菌作用があるぐらい、ただしちょっと乾燥するんですよ、弱点は、はい、乾燥しますわ、はい、だからそれを補うためにこれでここに VS のコンディショナーで書いたんですけど、これが保湿剤です、はい、だからあのシャンプーした後なんかでもこれでスプレーしてあげると、はい、それから乾かしてあげるとね、保湿できます、ね、で保湿してあげると、はい、まあ、皮膚のバリア機能が上がって、はい、あの皮膚炎を早く抑えてくれるから、はい、もう一個はティーツリーオイル、ティーツリーオイルスプレーっていうのをします、はい、でこれは人間の話でですね、オーストラリアの原住民の人が怪我したりとかって不要になったら木の油塗って直したんですよ、はい、ここから使えたもんです。タレロキついたね、体にスプレーかけたのをペロペロ舐めても損害はないですから、はい、そういうものがいいかなと思うので、はい、だから2番は保湿と気ですね。これもう混ぜちゃった方がいい、回数減らした方がいいから、はい、T3 ね、はい、を出したいなということと、そのあと飲み薬です、定性皮膚炎と脳皮症、それからあと足は結構腫れてたんですけど、はい、このエレルはちょっと腫れが効いてるかなと思うから、はい、今の A の抗生物が効いてるかなと思います、はい、B の薬なんですけど、はい、今まで1日1回だったんですけど、はい、2日に1回にします、はい、2日に1回、はい、ということは今日の夜から飲ませてもらうから、はい、今日が24ですよね、はい、で26、28度、はい、で今度29に見えるからそこまで出しますね、はい、で入るものねプレドニゾロン、はい、消炎鎮痛剤なんですけど、はい、この間も消炎鎮痛剤出したんですけど、あれはステロイドじゃないタイプの消炎鎮痛剤、はい、でちょっとステロイドにしてます、はい、だってあれ飲んでてもペロペロ舐めてるわけだからさ、はい、それを超える快眠があるわけなんで、はい、だからこっちの方が強いです、薬、はいはい、ステロイドホルモンの中の、はい、よく一番よく使うのが副鎮痛剤、聞いたことあるかもしれませんけども、割とかゆみ、炎症を抑えてくれます。割とではかなり、これが一番抑えてくれます。はい、いい点ね、これと、はい、それから、あとお腹すくからご飯食べるのが増える可能性があります。はい、それからお水をたくさん飲むと、はい、そうするとおしっこもたくさん出ちゃうと。はい、まあでもこの辺は出てもいい作用ですね。いいですね、はい、でダメな作用も知っておいてほしいんですけど、はい、感染に弱い。ああ、ね、はい、ステロイドって、はい、感染に弱いんですね、はい、だから A の薬にアモキシシンで抗生物質が入ってるから、はい、うん、あれを朝晩にしっかり飲ませてください、はい、そしたらこれはカバーできると思います、はい、あともう一個はね長期投与、ステロイドって長期投与が結構人間の問題なんですよね、はいはい、で長期投与ってどういうのが長期投与かというと毎日、はい、毎日2週間以上あ、はい、飲むとこれが長期投与になります、はい、だからもう最初から2日に1回にする、はい、この副作用を出したくないタイプ、はい、でもし仮にこの長期投与に1週間以上飲んじゃうとどういうことが起きるかっていうと、はい、例えば皮膚が薄くなる、はい、それから例えばステロイド性の過呼吸、はい、ハンティングがずっと続いちゃったりとか、はい、これひどいと神経症状、喧嘩が起きたりとか、はい、などなどいろんな副作用がありますんで、はい、ただ2日に1回で使っていくと出ません、はい、これはね、はい、ただこれは出ますんで、はい、A の薬でカバーしたい、はい、そういうことです、はい、だから A はまあ朝晩で、何日分だと2回分、はい、こちらは2日2回だから3回分ね、はい、ご用意しますね、はい、で、うん、じゃあこのスプレー容器でちょっと2本買ってきてもらって、ピンクはこれね10倍スプレーにで使うんだったらあの10倍希釈ね、はい、ということはピンクを1で水道水を9、水道水でいいですからね、はい、で10倍希釈してスプレー、はい、あそこはバーッとかけやすいかなと思いますね、
ティッシュとタオル拭いて、はい、またコンディショナーと T3 をミックスしてぞバーッとかけて、はいはい、であと他にも出てくるといけないから、はい、あのお尻の前にちょっとスプレー軽くしといてもらうと予防にもなるかなと思います。ちょっと汚いです、すいません。じゃ、はい、今ご用意しますんでね、はい、じゃあすいません、年末でお忙しいと思いますけど、じゃあ29日にもう一回、はい、あんまり具合が悪いことがあったら相談してくださいね。はい、わかりました。はい、お願いします。